タコネエンタテインメント新グループ発表記者会見、2月13日、都内にて開催。新グループドックスティーン、リエックスティーンがお披露目され、ショーワンのリーダー、与那城翔とイニのリーダー、木村雅也が激励の言葉を送った。ドックスティーン、ラコネボーイズ&ラコネガールズから誕生。ラコネにはサバイバルオーディション番組、プロデュース101ジャパンから結成されたグローバルボーイズグループのジョーワン、イニが所属。バル、ドックスティーンはラコネの練習生制度である、ラコネボーイズ&ラコネガールズから初めて誕生した平均年齢 18.5 歳の6人組グローバルボーイズグループ。メンバーは、大久保春、田中翔太郎、谷口太一、世良尾光真、平本健、福田歩美太。2022年1月から1年以上に及ぶ韓国でのトレーニングを経て、5月10日にシングル、ブランニューデイでデビューすることが決定している。カップリング曲、セールアウェイは、ジョーワンの川尻蓮が振り付けを担当した。バル、また、3月8日にはファンクラブが開設され、プレデビュースペシャルイベント、ハロードックスティーンを開催することが決定。本日16時よりオフィシャルサイトとドックスティーンオフィシャル SNS がオープンする。ジョーワン与那城翔とイニ木村雅也がドックスティーンを祝福。与那城と木村はドックスティーンのデビューまでの道のりを収めたドキュメント映像の挨拶の後に登場。与那城は映像を横で見ていたんですけど、すごく感動しました、としみじみ語り、僕たちの弟みたいな感じですので、僕たちも改めて気を引き締めていくと同時に、みんなでこれから頑張っていこう、と思っています、とコメントした。バル、木村は、改めておめでとうございます、と祝福し、僕はオーディションで4名とは一緒に頑張ってきた過去もありますし、二人とも韓国で何回か挨拶させていただいたことがあります、と関係性を告白。続けて、年齢も僕より下だったので、オーディションの時からすごく可愛らしくて、その時から弟のような存在だったので、こうして事務所を通して正式に僕たちの後輩グループとして関わっていけることを嬉しく思います、と喜びの言葉を送った。バル、二人の激励を受けて大久保は、同じ事務所の先輩にこのような言葉をいただいてとても嬉しいです、とにっこり、この言葉をもらって、やっとデビューしたんだなという実感が湧いて、もっと頑張ろうと思いました、と口にした。ジョーワンとイニはどんな存在かと聞かれると寺尾は、憧れの存在です、と告白。ジョーワン先輩は、紅白歌合戦にも出場して、本当に大活躍されていらっしゃいますし、イニさんとも一緒に合宿をしたこともあって、その凄さを身をもって体感しています。本当に尊敬しています、と憧れの眼差しを向けていた。